えー、皆さんこんばんは。ドアのミラクルボーイ、宮田久美です。今年はクワタカップ2020年開催を予定していましたが、急遽中止でした。なぜなら、新型コロナウイルスの影響で残念ながら中止です。新型コロナウイルスは確かに、治療で治すのに時間がかかります。対策はマスクですが、むやみに買い占めないよう気をつけてくださいね。 えー、コーナーウイルスは怖いものですよ。日本人一人が死んじゃったし、まだ感染者が増大してます。治すよう、健康管理に十分注意してください。それでは改めまして、今日はボーリング、ボーリング場に関する3択クイズを出したいと思います。まず1問目。ピギリングの会場、かつては田町ハイレーンでしたが、かつてもう一つは富越、 というボール、あの、板橋区にあるボーリング場でしたが、今の P リーグのボーリングの収録会場はどこでしょう山手ボール。ところではスターレーン。川崎グランドボール。さあ、わかるでしょうかもう大体わかりますね。正解は川崎グランドボールでした。次の問題。この中で、ボーリング場が、まあ、グループも含めて、多いのがどれですか ラウンド1、スターレーン、グランドボール。正解はラウンド1でした。ラウンド1一番多いですね。山形にあった、いいですね。次の問題。えー、姫路ラーさんが A 級シード獲得しました。その A 級シードは何回優勝すると獲得できるでしょうか ?10 回、15回。 20回。十はちなみに10回以上です。じゃあ A 級はいくらでしょうか正解は20回でした。次の問題。ええー、私のふるさと、いや、ご当初山手ボールですが、第二の故郷は、いや、第二の故郷のボーリング場はどこでしょう大性ボール。 山形ファミリーボール、川崎グランドボール。これは引っ掛けかもしれません。正解は山形ファミリーボールでした。第二のふるさとといっても準五等賞です。はい。では、次の問題に行きたいと思います。次の問題。この中で愛嬌ボールにいる選手は誰でしょう かわゆい、川崎ゆい、寺下千佳、小野上萌香さん。さあ、どれでしょう愛嬌ボールです。正解は、かわゆい、川崎ゆいちさんでした。では、次の問題。この中で身長が一番高いボーギング選手は誰でしょう山田由紀、姫路浦田、酒井美香 正解は坂井美香さんでした。詳しくは Google ググか何かで検索してくださいね。もし、時間あればね。では、次の問題。この中で、公式となっている会場となっている防易場はどれでしょうええー。ところ座はスターレーン。 平和島スターボール透明ボウルもう一つ追加でき北,北小金ボウルちょっと分かりませんけども正解は千葉にある北 小金ボールでした。わかりませんけどもね。申し訳ございません。今の問題は。おんえー、次の問題に行きたいと思います。えー、ボーギング革命 P リーングをご覧の皆さんももちろん知ってるかと思いますが、えー、一度海外に行って日本に戻ったボーギング選手は誰でしょう岩見彩乃さん。 坂本しおりさん。鶴山美さん。正解は坂本しおりさんでした。ロシア帰りのプリマボーラー。ロシアでバレエ留学し、したが、その後、女優か何かいろいろやりましたが、結局プロボーラーでした。まあ、グーグ g で調べた結果ですが一応、情報はちょっと、ここまでとしておきましょう。では、次の問題。 えー、ボウリングで、まあ、今年パーフェクトを出した芸能人は誰でしょう、えー、落合博道さん、桑田圭介さん、本田圭介さん。これはもう若いですね。正解は桑田圭介さんでした。落合博道さんをボウリングやってたんですが、今、今野球評論家としてプロ野球、 中日ドラゴンズの監督を主に、まあ最初はロッテでドラフトサイ位で入団いたしました。その名、選手名監督です。桑田圭介違いのもう一人、本田圭介さんはまあ今サッカーですが、大場合自枠を目指していますが、今どうなってるかわかりませんね。伸びしろあるといいですね。次で最後の問題に行きたいと思います。 次で最後の問題。えー、ボーリング革命 P リーグ見てる方にもわかるような問題です。下の名前が同じ、同じ名前の選手は誰でしょう下の名前だけです。名字は一応除いな、なしとして。 しおりちゃん、あきちゃん、まいちゃん。同じです。下の名前が、はい。上の名前が、別として。さあ、わかるかな正解はあきちゃんでした。鈴木あきちゃんと名はあきです。えー、といったところでお時間が来たようです。また次お目にかかりましょう。ありがとうございました。